日本の車なんてダサいしありえないわ。日本をバカにして韓国車の自慢をする女性に対し、アメリカ人の彼氏が痛烈な一言を食らわせました。日本が半導体不足で自動車販売台数が伸び悩む中、韓国は様々な自動車を開発しています。中でも韓国の自動車メーカーヒョンデは毎年世界販売台数を伸ばし続けていて、2022年には世界3位と大躍進しました。今やアメリカだけでなく世界中でその存在感を大きくしているのです。日本車は世界のレベルから取り残されている。そう豪語する韓国人女性は、アジアで最も優れた車を作るのは日本ではなく韓国だと言い出しました。日本は今まで数々の車を世に送り出し、それは世界で高い評価を得ています。そしてそのことを知っているアメリカ人の彼氏が放った厳しい一言に、彼女のプライドはいとも簡単にへし折られてしまったのです。彼は彼女に対し一体どのような反論をしたのでしょうか。今回は自国の車の自慢ばかりする韓国人女性とアメリカ人の彼氏のやり取りを海外の反応と合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。今アジアのトップは韓国車だという韓国人。こんにちは、私の名前はユジンです。高校卒業と同時にアメリカに留学し、今もアメリカの企業で働いています。学生の頃から世界一の経済大国であるアメリカで生活したいと願っていました。私は野心家な一面があって、上昇志向、海外志向が強いのです。私がアメリカで就職活動をしていた頃、よくこんな質問をされました。どうして日本ではなくアメリカなのか。韓国人なら日本の方が働きやすいのではないか。私たち韓国人にとって日本に行くことはキャリアアップにはつながらないのです。日本に行くくらいなら韓国国内で一流企業に就職した方がよっぽどマシです。なぜアメリカ人がこんなことを言うのか不思議でなりませんでした。韓国は日本よりも下に見られているのでしょうか。韓国のレベルの高さは思ったよりもアメリカに認知されていません。むしろ日本は過剰なほど高く評価されていることに違和感すら感じます。例えばアジアで有力な産業といえば自動車産業ですよね。確かに日本の自動車技術は昔からレベルが高いと言われ、今でも根強い人気があります。しかし韓国の自動車メーカーヒョンデは今や世界でトップ3の地位を築いているのです。ヒョンデグループ全体で見ればアメリカの有名企業であるゼネラルモーターズも抜いていますから。ヒョンデの自動車製造工場は世界最大と言われています。全世界で7万人以上を雇用し、世界193カ国で販売されているのです。これが韓国の自動車産業がアジアでトップという証拠になるでしょう。生産台数や販売台数など数字に現れる結果を並べてみても、韓国より日本の方が経済力や技術力が上という認識はありません。保守的で伝統に固執する日本よりも革新技術を追い求める韓国の方が多くの点で日本よりも優れているのです。アメリカでヒョンデの車が流行していることは韓国でも大きく取り上げられました。これをテレビで見たとき、韓国車が日本車を完全に追い越したと確信しました。ヒョンデのジェネシスという車を知っていますか？2008年に発売されたシリーズで、韓国でもとても人気があります。ジェネシスの北米モデルがアメリカのモーターショーに出展されたのです。その価格帯は3万ドルを超え、アメリカ自動車市場でも高級車としてテレビにも取り上げられました。ジェネシスは韓国産の高級車としてアメリカで大人気なのです。それに引き換え、日本車はというと軽トラという小さなトラックが紹介されました。こんな笑えることってありますか？高級車が並ぶモーターショーで軽トラが取り上げられるなんて。ジェネシスとは比べ物にならないみすぼらしさに現場でも大爆笑が起こっていました。日本車は今や田舎の貧乏人に人気があるというだけなのでしょうね。この様子を見て、かつて世界一と言われた日本車に韓国が大差で勝利したと感じました。なぜアメリカ人が惚れ込んだ日本のスポーツカー。ある日、私はアメリカ人の彼氏ジェイクとドライブに行くことになりました。車好きなジェイクは自慢のスポーツカーに乗せてくれるというのです。友人、待たせたね。彼が乗りつけたのはとてもクールでかっこいい車でした。こんな素敵な車に乗れるなんて私は特別だと、とてもいい気分になったのです。しかし次の瞬間、車のエンブレムを見て私は衝撃を受けました。それは日本のトヨタの車だったのです。ジェイク、これは日本車？そう聞くと彼は不思議そうな顔をしましたが、私は言葉を止められませんでした。どうしてアメリカで日本車を運転したいと思うの？輸入車に乗りたかったの？スポーツカーだって何も日本車にしなくてもいいじゃない。ヨーロッパの方が有名でかっこいい車がたくさんあるでしょ？
するとジェイクが、いろいろ見たんだけどこいつが一番気に入ったんだよと愛おしそうに車を撫でて言いました。日本車なんてもう時代遅れでしょ。ヒョンデの車の方が見た目もかっこいいし自慢できると思うわよ。私の言葉にジェイクは驚いた顔をしました。日本車のクオリティの高さを知らないのかい。ヨーロッパ車にも全く引けを取らないクオリティなんだ。僕の車好きの仲間には日本車がナンバーワンだっていう人がたくさんいるんだよ。韓国車が好きだっていう人は見たことがないな。新しいものが好きな人は買うんだろうけど、僕の選択肢には入れないよ。ジェイクの言葉を聞いて私はがっかりしました。彼は今やヒョンデがアジアで一番高級で人気のある車だと知らないのではないか。時代遅れな人だと思い気持ちが冷めていきました。とりあえず乗りなよ。私は日本車なんかに乗るなんてと内心全く気が乗らなかったのですが、彼に促されいやいや乗り込みました。体の小さな日本人が作ったからか、ヨーロッパのスポーツカーよりも随分と小さく見えました。きっと狭くてうるさくて乗り心地が悪いんだろう、そう思っていたのですが、私の考えは良い意味で裏切られたのです。なんと車内は思ったよりも広く、座席もゆったりしていました。座面が低いのですが、シートがふかふかだからか走行時の振動は感じません。スピードが出ていてもその感覚は変わりませんでした。スポーツカーといえばスピードを出すとガタガタと振動があるものだと思っていました。しかしこの車は揺れが少なく、地面を滑るような感じです。エンジンやアクセルの音も小さく、普通に会話ができました。私は不覚にもこの車に心地よさを感じてしまったのです。ふとメーターに目をやると、かなりのスピードが出ていることに気づきました。普段私はヒョンデのスポーツタイプに乗っています。高速道路を走るとき、スピードが出れば出るほどハンドルを取られるのではないかと少し恐怖を感じていました。しかしこの車はスピードが出ていることに気づかないほど圧迫感も恐怖心も感じなかったのです。この車ハイブリッドなの？そう尋ねるとジェイクは、違うよ、でもそう感じてしまう乗り心地だろ。実はこの車20年前のモデルなんだ。日本のガソリン車は20年も前にすでにこのレベルだったんだよ。今の日本車はもっとすごいことになっている。世界一と言われても進化を止めようとしない日本の職人魂を感じるよ、と日本車の魅力を語り出したのでした。私はしばらく怒りを抑えて彼の話に付き合うしかありませんでした。日本車と韓国車の決定的な違いは？ジェイクの話を聞いて、もしかしたら私の日本車の認識が間違っているのではないかと感じ始めました。だってこのクオリティの車を20年も前に作り出していたなんて、日本車は時代遅れなんかじゃないのかもしれないと思いました。驚く私にジェイクは続けます。君が推してるヒョンデの車だけど結構問題があるって言われてるよね。問題？知らないのかい？ヒョンデの i20 っていう車はドイツの高速道路で突然ハンドル操作ができなくなり死亡事故が起きたんだよ。それにアイオニック5はエンジンルームから突然出火して炎上事故が起こった。これも死亡者が出たよね。韓国車のバッテリーからの出火は有名だよ。アメリカでは韓国車は屋外に放置しないようにと注意喚起があるほどなんだ。私は開いた口が塞がりませんでした。韓国ではこのような事故があったというのは聞いたことがありません。気を悪くしないで聞いてくれよ。僕は決して韓国が嫌いというわけではないよ。ただ韓国車が世界で売り上げを伸ばしていることと韓国車が優れていることは違う。やっぱり日本車の高い機能性にはまだかなわないんだよ。それは韓国だけでなく他の国も同じだ。もし韓国で日本車より韓国車が上だと報道されていたのなら、それは韓国を持ち上げて日本を笑ってやろうという演出じゃないのかな。でもモーターショーで日本の軽トラが紹介されたのはどういうことなの？日本の軽トラはアメリカで大人気なんだよ。アメリカは農業大国だからね。トラックに比べて安価で維持費がかからないし、狭い場所でも小回りが効くんだ。ここにも日本の技術力が光ってると思わないか？使う人が便利であることを追求した結果の軽トラなんだよ。やっぱり乗るならかっこよさも大事だけど、安全で快適じゃないとね。日本車は世界中で人気があるというよりは世界中で信頼されているということじゃないかな。ジェイクはとても優しく、けれど痛烈に私の考えを批判したのです。しかし私は腹が立ったわけではありません。むしろこれを聞いて自分の考えが間違っていると悟りました。日本の自動車産業のレベルの高さに韓国は愚か、世界が追いついていないと知ったのです。同時に韓国メディアは他の国を下げて自国を持ち上げるような報道をしていることも知りました。
韓国では日本のことを信頼するという考えはほとんどありません。しかし世界的には日本は信頼できる国だったのです。自国の歪曲した情報管理に気づいた韓国人女性。私はジェイクのおかげで考えを改めることができました。しかし韓国の車が海外で重大な事故を起こしていたなんて韓国にいた時には全く知りませんでした。ジェイクの言う通り、韓国は日本を下げてバカにするような報道をしているのでしょうか。気になって調べてみたのです。すると意外な事実が分かりました。韓国の半導体や自動車といった産業技術は日本の技術共有があったからこそ発展していたのです。韓国が世界に誇るヒョンデは日本の三菱モータースから、そして韓国第2位のキア自動車は日本のマツダから技術を学んでいます。さらには私がさすが韓国産だと豪語していたヒョンデのボディデザインは韓国人ではなくアメリカ人がデザインしていたのです。ヒョンデのジェネシスがアメリカで人気を得ていたのは機能性がいいからというわけではなく、アメリカ受けするデザインが注目されただけなのかもしれません。それを韓国メディアではアメリカで韓国の高級車が人気を博している、日本のトヨタよりもグローバル販売台数が上回ったなどと報道していたのでした。このことをジェイクに話すと、彼はこんなことを口にしました。君は自分の間違いに気がついて自分から調べてみたんだね。よかったよ、本当のことが分かって。僕は決して韓国人が嫌いなわけじゃない。でもなぜ韓国人はこんなにも歴史に固執して日本人を敵視するのかな。今までいろんな韓国人にこの疑問をぶつけてみたんだ。みんな口を揃えて学校でそう教育されたからだと言った。でも時代とともに事実が分かってくるはずだろ。それなのに韓国は明らかに的外れな歴史認識をし続けているじゃないか。世界は日本と韓国の歴史をそんな風には見ていないのに、韓国人は自分たちの都合のいいように歴史を歪曲させているように見える。現代に生きる韓国人たちは今の真実を知ろうともせずに、学校で習ったからといって古くて捏造された歴史を真実だと言い張るんだ。時にはそれを武器に日本を脅すようなことをして自分たちは正しいと主張するのが僕には理解できなかったよ。ジェイクの優しくも厳しい言葉に私はハッとしました。グローバルな視点を身につけたくて韓国を出たのに、気づけば自国ばかりを見て視野が狭くなっていたのです。日本に負けるのは正直今でも悔しいです。でも日本をいつか追い越したいという気持ちを持つのは決して悪いことではないですよね。これからも私は韓国がいつか日本を追い越してアジアトップに立てるように日本を見習っていくべきだと思います。海外の反応。友人のエピソードには海外からたくさんのコメントが寄せられました。その一部をご紹介します。ヒョンデは確かに世界に切り込んできている。でもタウンユースをターゲットにした車種がほとんどだ。トヨタは一般車だけでなく商業車の分野でも幅広く売っている。安価なものから高級車まで選択肢が幅広いのも魅力だよ。その全てに安全性と機能性がデフォルトされているんだから、トヨタを選ぶのは当たり前と言えるだろう。トヨタは日本で作られた車だから日本の風景に馴染むように作られているんだ。僕は日本に旅行に行った時にテレビでプリウスの CM を見たんだ。満開の桜と車っていうマッチングがあまりに美しくて、海外販売開始になってすぐプリウスを注文したよ。デザインが日本っぽくて日本車に乗っているって実感するよ。トヨタの車は20万 km 以上走っても故障や不調がない。燃費が良くて安価なのにこんなに機能がいい車はないよ。消費者目線でものづくりをするのがトヨタの売りだ。トヨタの社長の考え方が素晴らしい。日本らしさを売りにするのもいいけれど、韓国のように海外向けのデザインというのも考えた方がいい。デザインだけで見れば確かに韓国の方が上だろうな。トヨタは機能性重視で人気があるというだけだろう。日本車はたとえ日本不買運動が起こっても売れている。最高技術を持つ日本だからこその結果だろうね。経済や政治の流れをものともしない絶対的信頼のおける車を作っているのがトヨタだ。いかがでしたか。自動車産業は日本が世界に誇れるビジネスの一つです。トヨタが長年世界販売台数のトップを走り続けているのは世界的に信頼を得ている何よりの証拠でしょう。また海外だけでなく日本でも日本車の盗難が相次いでいます。これは日本の車はどんな古い年式のものでも海外で高く売れるからだそうです。それほどまでに日本車は価値がある車だと認識されているのですね。今ではトヨタも海外向けの車を多数販売しており、日本でも逆輸入という形で人気を博しています。
日本車の人気は他の国に勝ちたいという野心ではなく、使う人にとっていいものでありたいというものづくりの精神によるものでしょう。日本人の職人魂が詰まった安心安全な車がもっと世界中に広まるといいですね。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。